おはようございます。月曜日になりました。11月15日朝4時8分ですね。じゃあ週が変わりましたので、週足から見ていく相場解説になります。皆さん今週も頑張っていきましょう。それではこちらをご覧ください。週足ですけども、ずいぶん前に引いた線覚えてらっしゃいますかね。こういう風な線を引いたと思います。そして上の方にはこういう線があったと思います。上底と下底というやつですね。でこちらの上の方はなかなか抜けないと思ってたんですけども、ここでズバッと抜けちゃいましたよね。それからこの下の線も抜けないと思ったんですけども、ここでちょっと抜けましたというところですけども、おおむねはレンジと言いまして、ここからここの間で長い間展開されてきたんですよね。でも昨今ですね、バイデンさんが大統領に変わってから上昇傾向が見られて、その後でこの抜けない抜けないと言われていたこちらの方も一気に抜けてですね、で今ここで止まってる状態です。箱を書きましたけども、厳密に言うと下下がりのレンジということになりますかね。これが全体像です。ですので今のところのマーケットはこの上に展開されているということになります。111円から115円の間で大きく見ることができますよね。その間現在はこちらです。114円の550あたりから113円の、200あたり、このそうですね、1円30銭ぐらいの間で推移してるってことになります。この前提に見ていきましょう。では次の時間軸は1日です。はい、1日足なんですけども、こちらとこちらが力点になっていたんですけども、まあここを抜けてですね、上の方にズバンと抜けていきました。で一旦ここで止まったんですけども、その時に引いたレンジがこういう形だったですよね。でこのレンジで推移するかなと思ったら、そのレンジを下抜けて、じゃあマーケットがこっちの下の方に変わったのかなと思ったら、元々のレンジに急速に戻っていったという形です。でこれを踏まえてですね、4時間を見ていくとどうでしょうか。はい、4時間足です。じゃあ、お世話になったあのね、連戦連勝のレンジを中心に横に引いていきますよ。そうするとどうでしょうか。このレンジの中にやっぱり帰ってきてて、まあ一瞬ね下の方に大きく割り込みましたけども、結局は同じレンジに戻ってきたことがわかると思うんですよ。で、これはね前の週の話ですけども、下に行っても上に行っても取れた流れがありましたね。ここはすごく取り組みやすかったと思います。でここをブレイクしてどうかなと思ったら、やっぱ戻ってきちゃったんですよね。で戻ってきて、さらにまあ下方トレンドで下に向かうかと思ったら、元通りのこういうような値動きになってきました。問題は今後、今このレンジの箱の中の真ん中ぐらいですけども、これがそのまま素直に下に行くのか、それともこの辺りでもう一回上に行ってこちらの上底を目指すのかってところになってきます。それを今日はお話していきましょう。今週を占う値動きになると思いますね。こちらの方ですね、問題にするのは、もう察しのいい方ならお分かりかもしれませんけども、これはね、まあ、こういうふうに抵抗体を引けばいいんじゃないですか。今ちょっと長細い箱を取りましたけども、書きましたけども、ここを破ってないわけなんですよ。で、ですんで、これを下に向かってブレイクすれば、この辺りまで値動きが落ちていくというふうに考えることができます。こうなるかどうかが今週の争点だと思いますよね。もしくは別の動きとしては、これが、まあ、この箱の中で上行ったり下行ったりとして、まあ、曖昧な動きを見せると。で、上下のピップスが、見てください。110円の335と、まあ、113円の625でしょ。だからね、70ピップスぐらいしかないんですよ。ですんで、このレンジの中で、なんかね、小刻ましく取っていこうかなっていうのは難しいんで、レンジになった場合は見てるだけになります。もうブレイク狙いですね。ブレイクアウト狙いになってきます。で、あとは、情報に、上の方に抜けるってことは、まあ、ちょっと考えにくいんですけども、そうですね、今日のまとめですけども、1点だけ。こちらの、
ゾーンを抜けて下の方にブレイクするときだけエントリーしましょう。その心づもりで今日月曜日を見ていけばいいんじゃないですか。それから月曜日にしっかりとレイ動きを見た上で、明日どのような方針を立てていくのか、地域的な展望をお話していこうかと思います。というとこですかね。はい、ちなみにね、今日のその私のね、パソコン画面に映ってるこの男性の方は、当時46歳の香港アクションスター、マックス・チャンですね。イップマンシリーズの第3章に出てきてて、それからですね、イップマン、外伝、そちらの方で、チョン・ティンチという役でね、主演を張っていまして、とってもかっこいい、中年です。今ももう年を重ねて48歳か9歳、同い年ぐらいなんですよね、私とね。かっこいいですよね、私はね。こういう人好きなんですよね。かっこいいなと思ってね。まあ、今、カンフー私もやってますけども、モデルに人している一人ですね。この方がね。はい。じゃあ、こんなとこですかね、今日は。余談も入りましたけども。最近は、こういうふうに、香港のアクションスターも、まあ、チェックしてるとこですね。だからね、香港がね、こういう形になっちゃってちょっと残念ですね。あんまり自由な表現とかできなくって。困るんじゃないかなと思います。まあ、ただね、香港のその映画ってのは、今、なんか世界トップレベルになったんじゃないかなと思うんですよ。あらゆる資本とか、それから俳優陣とかね、テクノロジー、技術者っていうのが集まって、香港の映画作ってますからね、ほんとレベルが高くなりました。もうハリウッドなんてもう叶わないんじゃないかなと思うくらいですよね。そしてストーリーもね、まあ、東洋人にも馴染めるし、西洋人にも馴染めるしみたいな、本当、和洋折衷ってやつですか。あれを本当盛り込んできてますね。とってもいいストーリーが多いです。それでは本日は以上です。ありがとうございました。